こんばんは。寒いですね、今日なんか、昨日とかさ、めっちゃ天気悪かったからさ、めっちゃいい天気じゃんと思ったけど、普通に風強すぎて 飛んでいくかと思いました。寒かったです。飛んでいっちゃうんじゃないかと思いました。こんばんは。風強すぎた。本当に強すぎてびっくりだよ。こんばんは。今日はでもお仕事して、気づいたらこんな時間って感じですね。私なんか、皆さんもお疲れ様です。今日も一日。こんばんは。こんな遅くまで仕事、全然今日マジで早かった、マジで秒で終わりました。今日は二十歳の集いのくじがあったんですけど、それの A 賞の A 賞当たった方の動画撮ったりとか、チェキサイン書いてきました。いつ届くのかなって感じなんですけど、楽しみにしててください。当選した方は晩ご飯食べました？今日食べてないです。今日飲み物しか飲んでない。でももういっかと思って、こんな時間だし。朝から飲み物いっぱい飲みました。でも こんばんは。今日はなんかギリギリまで寝てしまって、ギリギリまで寝てしまって、お腹減って眠れなくない？寝れます。あんまお腹空いて寝れないどうしようはならんかもしれない。なんか眠たさが勝っちゃうので 眠たさが勝っちゃうので、そこまでなんかどうしよう食べたいかもって、まあ思ったとしても寝ますかね。だって一回ベッドに入って出るのめんどくさいやん。またどうしよう、なんか食べたいと思ってさ、ベッドから出る。だからね、出ないです。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとう。こんばんは。
前髪今くらいがちょうどいい感じ。うん、めっちゃ思う。これが一番、この長さがいいな。この長さがいいな。これぐらいがちょうどいいか、個人的にね。こんばんは。寒すぎて今日も本当に本当に寒かった。私今年はなんかさ、毎年別に使うわけじゃないけど、マフラー使わなかったなと思って、まああんまり持ってないっていうのもそうなんですけど、ゆずぽ見てると黒髪いいなって思う。嬉しい。染める予定はありません今のところ。でもなんかあんまりめっちゃき、なんかなんていうの、なんか茶色とか似合わなそうな感じもするけどな、自分が。わかんない、なんか染めたことないからかもしれないけど、あんまりなんだろう、染めたいとは思わないか今のところ。ビシューのマフラー使ってます。私もなんか何回かビシューのマフラーいただいてて、家にあります。家にあります。ただもったいなくて開けてません。袋に入ったままです。ちゃんとしまってあります。でもちゃんと丁寧にしまってあるけど、なんか本当にいいものなので、なんか使って汚したら嫌だなとか思っちゃって一回も出してない。一回も出しておらず、もう冬が終わっちゃいそうですね。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。そう、なかなか使えないんですよね。いろんなね柄がある。茶色をいただいたんだっけな。茶色と紺色2個ぐらいいただいていらっしゃいます。こんばんは。そう、ハンカチもいただいたんですけど、ハンカチもなんかさ、使って洗濯したらなんかあれかなと思って、まだ開けれてない。もったいなくて、もったいなくて開けれてないから、袋に入ったまま。こんばんは。ハンカチの方がもう年中使うじゃないですか。そうだからさ、使った方が良さそうかなと思うけど、ハンカチも出してないや。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。なんか普段今日はコート着たけど、なんかダウン着るときにさ、マフラーってさ結構さモコってなっちゃうかなと思って、そうだから多分マフラー使わないんだ今思った。多分そうですね。そう、コート着るならマフラー使っても良さそうだけど、あんまコート着るタイミングがないんですよね。そう、あんまり私服で、公園の日とかはさ私服で家出ないので、使うね頻度がね、ない、使うタイミングがない。私なんか荷物になるかなと思って、そうあんまりねマフラーしない。
こんばんは。荷物少ない人間だからね、最小限なの。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。花粉症大丈夫ですか？私花粉症じゃないです。なんとか花粉症にはならず生活してます、今のところ。皆さんは花粉症ですか？何人に一人の確率で花粉症なんだろうね。でも絶対多いですよね。私は違うんですけど。ギフトありがとうございます。ありがとう。私は全く大丈夫な人です。こんばんは。あーでも意外とまあそりゃ多いよね。なんかでも本当に結構何年も前にアレルギー検査したんだけど何にも出なかったんだよね。そう、本当になんか食べ物とかもだけど、動物とかそういう、なんだろう、植物系とかも特に、なんか数値は正常って感じだったから、別になんか食べれないものがないとかでもないし、アレルギーで、そう、本当に何もなかったです。健康ですね。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。でもね、その検査したのが本当に何年前だろう、本当に SK 入る前なので、めっちゃ前だから、もしかしたら今もし何かあるかもしれないけど、でもなんか別に生活しててなんかうんって思うこともないから大丈夫そうだけどね。あれだ、ナス食べるとちょっと怪しいって思うけど、でもなんか別にすごいなんかめっちゃやばくなるみたいな感じでもないから普通に食べちゃってるけど、ナス大好きなので。そう、なんかナス食べるとなんか気のせいかなって感じで、喉が痒いかなみたいな感じがするけど、まあいっかと思って食べてる けど別になんかすごいな、体になんか異常が出るとかでもない、なんかないから、まあ、いけるかなと思って。ナス大好きなので こんばんは。他はないな、でも思いつくものもないから、健康ってことでよろしい。痛い。こんばんは。机に手をぶつけました。痛かったです。そう、そろそろ音色を変えたくてね。そう、冬ね、爪がね早く伸びるんだって。なんか理由忘れちゃったけど、なんか早く伸びるらしい、冬って。だからもう今とっても長い、まだ1ヶ月経ってないんですけど、変えてからもう結構限界なので、ちょっと買いに行きたい。
どんなのにしたいか決めてる？うん、なんとなくふんわり決めてます。ふんわり決めているけど気が変わりそうな感じもしなくもないかなって感じ。こんばんは。髪の毛伸びるのやつ。髪の毛は私マジですぐ伸びるんですよね。なんでだ、めっちゃ寝てるからかな。そう、めっちゃ伸びるの早い。髪の毛すぐ伸びる。なんかでも結んでると伸びやすいらしくて、そう、なんかポニーテールとかさ、よくするとさ、なんか引っ張られて伸びるって聞いた。こんばんは。こんばんは。ポニーテール痛くない？痛くないです。あんまりなんか痛いなと思わなくなっちゃった。なんか全体のコンサートとかだとさ、なんか下ろしてるメンバーと、まあ下ろしてるメンバーと上げてるメンバー半々ぐらいのイメージなんですけど、それもなんかポニーテールとかツインテールとかしてた方が見つけやすいじゃないですか、まあきっとファンの方とかも。なんか私大体なんか全体のコンサートとかの時はあのポニーテールするんですけど、そうだから去年のさ、リクアワと周年コンサート全部ポニーテールした。まあでも自分がポニーテールするの好きだからっていうのもあるけど、そう、なんか見つけやすいかなと思ってポニーテールする。なんか今は間違えられないんだけど、そう、みゆちゃんが髪の毛切る前がなんかすごい私に似てるみたいな、そう、すごい言われてて、今はね、そう、みゆちゃん髪短いから言われないんですけど、なんだっけ、14周年のコンサートで、そう、すごいなんか何回も見間違えましたみたいな言われました、ファンの方からそれぐらい似てたみたいです。あんまりなんかメンバー同士で自分とこの子似てるかもとかって思わないんですけど、そう、ファンの方から見たら似てたみたいで、なんならなんかカメ子さんがなんか写真あげてくれたんですけど、私の写真でハッシュタグ中坂美優みたいなそう、中坂美優みたいな、なんかほんとそういうことがあったりとか、まあ、その逆パターンとかもあったりして、そう、すごい、でも自分たちでそう分かんないから、そう、すごいなと思ってただ髪の毛の長さがね、そう、似てただけだ、似てたので、その時は。今はみーちゃん短いから、みーちゃん短いの似合うからね、可愛いと思います、とっても。
アミちゃんと間違えられてなかった。アミちゃんと間違えられてました。結構最近なんかエゴサしてたらなんかハッシュタグで名前つけられてて、私ので、あれ私の写真ないけどと思っていたら、なんかアミちゃんの写真がめっちゃゆずぽん、なんかめっちゃアミちゃんに見えるみたいな言われてて、いやアミちゃんなんよそれと思って、そうファンの方ががっつり間違えてました。そんな似てたかなと思ったけど、別に私は似てるなと思わなかったんですけど、そうこの写真がどうしてもアミちゃんにしか見えないみたいな、いやアミちゃんだよそれって思ってました。似てたみたいです。全然ポニーテールしてなかったけどね、アミちゃんツインテールかなんか多分してた気がするけど、私に見えたみたい、そのファンの方には。そうたまにあるんですよねこういうことがね。あんまりでも言うと、なんかメンバーとかもだけど、この人に似てますよねとか言われなくて、私もでもなんか自分で思うのもどうかと思うけど、なんかこの芸能人の方に似てるなとかっていうのも思わないんだよね。さっきのえなちゃんも似てた。あ、えなちゃんよく言われてたな。でも今全然似てないからな。なんだろうね、前髪とかも含め多分似てたんだろうけど、今はあんまり今は似てると思わないですね。確かに似てるタイミングはあった、似てるタイミングはありました確かに、けどそうかと思ってた私はね。でもなんか最近ね、マリンになんかリーナちゃんがなんか5年前ぐらいのゆずぽに見えるって言われた。そう、なんかリーナちゃんがこの間初めてエスコに出てくれて、なんか事前になんか合わせとかもあったんですよレッスン上で。そう、すごいリーナちゃんがゆずぽに見えるみたいな、5年前ぐらいのゆずぽに見えるって言われた。今日透明感すごい。そう、なんでだろう、特に何も変えておらんが。透明感がすごい。マジリーナちゃん見てるとさ、ほんと犬みたいな顔してるよね、マジで可愛い。犬見てるみたいだもん、犬が踊ってる、ほんとにマジで犬顔、マジで可愛い。犬顔ってああいうことの、ああいうこのこと言うんだよねきっとね。マジでそっくりじゃない、犬を見ている私だって感じ。よくなんか動物のさ、なんか猫顔とかさ、タヌキとかキツネとかあるやん。そう、犬顔はもうまさにあのリーナちゃんの顔、めっちゃそっくり。犬です、あれはもう完璧に犬です。こんばんは。いいな、なんか動物に似てる顔っていいよね。ゆずぽの動物で表すと何だろうね。私も今思いました、何なんだろう私は、何顔なん。
あんまりなんか誰かに似てるとかも言われないし、何顔だねとも言われたことない。なんなん。こんばんは。猫かな。猫。いや猫ではないでしょ。猫はもっと目がさキリッとしてないと。私キリッとしてない。どちらかといえば犬のような。犬？そう。性格は猫な気がする。もうそれはそうです。性格は猫。もう大当たり。サバサバしてるから。サバサバしてるから。こんばんは。サバサバしたくてしてるわけじゃないんだけどね、そうなっちゃうんです。ちょっとなんか落ち着いてるだけよ。落ち着いてるだけ。なんかわーみたいな、わちゃわちゃしてるわけじゃないから現実見てる感じする。でも絶対そうだと思います。絶対にそうだと思います。具体的にどういうって思う、どういうって言われるとわかんないけど、そうね、現実主義みたいなとこあります。アニメとか漫画見なさそうなイメージ。見ないです。見ません。それはでもゆずのお父さんとかお母さんが全く見ない人だからっていうのはあります。まあでもあんまりなんかこれいいよとか言われても、ああそうなんだぐらいにしか思わないな。でもなんか本当になんか自分が見たいと思ったものは見るけど、なかなかならないかな、そこまで。でも家に漫画とかもねないので、漫画ないな。ドラマは結構見るけ、ドラマ見ますよ。ドラマは見るけど、なんか見たいなと思う時に見ます。なんか普通になんだろう、毎なんかもう毎週見るとかっていう感じではない。今日見たいなって時に見るって感じです。そのなんかモチベーションによる。なんかでも何見るにもさ、なんか体力いる、体力いるから、見たいなと思う時に見るし、見たいけどなんか違うなって日は見ない。し、なんかそのなんていうの、今やってるドラマを毎週欠かさず見るとかでもない。過去のドラマ見ます。配信で一気見するタイプ。ああもうその通り、そうです。なんか2話とか3話見逃しちゃうともういいやと思っちゃうから、
終わるまで待ちます。最近ででも見てたドラマはあれだな、リアルタイムで見てたのはブラッシュアップライフかな。真犯人フラグも見てました。でも本当にあと何見てたかな、あんまりそう見ないんだよな。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。でもブラッシュアップライフには、ブラッシュアップライフはね、あの1話だけ見てなくてそう2話からしか見てないんです。だからね、いつか見たい、もう一回見たいなって思ってます、時間があるとき。ただ一気に見たいタイプなので。あ、でもあれ見ました、あのネットフリックスのファーストラブは最近見た、ほんと1ヶ月前とか、1ヶ月前とかに見ました。そう、インフルかかっちゃった時にね、それもう暇で暇で仕方なかったので。そう、一回同期で見たんですけど、私本当に寝ちゃって記憶がなくて、どういうお話か本当にもう初見の気持ちで見た、だから本当うっすら覚えてるかなぐらいで。そう、みんなが起こしてくれたんですけど起きてみたいに言われたけど、もう、ね、眠くて眠くて見てられなかったので寝ちゃってたんですけど。そう、だからいつか見たいなって思ってたから、いい機会だと思って、そう見ました。ブラッシュアップライフはね、あれで配信されてる、ネットフリで配信されてます。だからいつか見たいなって思ってる。そう、でも見たいのはいっぱいあるんだよ、見たいのはいっぱいあるんですけど、そうなかなかね追いつかないわけ。こんばんは。ブラッシュアップライフの切り抜きめっちゃ TikTok で流れてくる。ブラッシュアップライフね面白いよ、あのね結構好きです。私なんかあの頃の AKB とか出てくる、出てきたっけな。でもなんか本当に昔なんていうの、いいですよ、とっても刺さります。私はギフトありがとうございます。そう、言い訳メイビーとか流れてました。そう、だからすごいテンション上がります見てて。そう、夏メロがいっぱい流れてくるので、おおって思います。古い曲好きなの好きです、大好きです。普段そういう曲の方が聴く機会が多くて、そう大好き。でもなんかどこからが夏メロなのみたいなところが自分の中でもあって、そう、そこら辺がちょっとよく分かってないんだけど、
夏メロって何年からが夏メロなんだろうね。でもいつかさ、自分たちがさ、今普通に流行ってる曲も夏メロみたいになってくわけでしょ。ひぃ。こんばんは。懐かしくなったらもう夏メロ。そういう感じでいいんかな。もう私がなんか生まれる前の曲とかの方が好きです。でも一回なんかそのアップルミュージックでそのなんか夏メロこうなんか何年代みたいなのにバンザイビーナス入ってました。もうバンザイビーナスって懐かしいって思われる曲なのかな。そうバンザイビーナスが入ってた。モーニング娘。モーニング娘さん好きです。聞く聞く。そう、バンザイビーナスとだったらもう AKB48 さんなんてもうビギナーとか夏メロになるってこと？ビギナーとかエブリデイカチューシャとか。やだー。ボアのメリクリが好きです。いいですね。いいと思います。会いたかった文句でした。会いたかった、うわ会いたかった、すごい好きなのにあんまり踊る機会がないのが悲しいな。2番の歌詞が好き、会いたかったわ。ジュリナさんかチリさんかの卒業コンサートで多分会いたかった踊ったんですけど、すっごい嬉しかったもん。初めてそこで歌えて。なんかやっぱ会いたかったこそさ AKB48 って感じがするじゃん。そうだからなんか初めてそこでさ歌えてさ踊れて超嬉しかった。こんばんは。50分になったら終わります。こんばんは。私赤チェックを見るとやっぱどうしても AKB48 っていうさ、もうなんか印象っていうかそういうのがありすぎて、小学校の卒業式は本当に AKB48 さんみたいな赤チェックのスカート履いて卒業式出たのめっちゃ覚えてる。
懐かしい。戻りた、あの頃に。戻りたすぎ。写真残ってる。残ってるけど私の携帯には入ってないかな。でもどこかしらにあるんじゃないかな、多分。どこかしらってどこよ。どこかにはあると思います。そう、赤チェックになんかほんとジャケットになんかワッペンついてる、ワッペンっていうかなんかなんていうの、こうついてる感じのやつ着てましたね。懐かしい。そう、どこかしらにあると思うんですけど、どこへやらって感じ。こんばんは。 SK 入ったのって中学になったから。そうです、中学校1年生の秋かな、秋ですね。うん、体育大会はギリ出た覚えがあるので、うん、かな、秋ですね。そっか、秋まではもう本当に普通の中学1年生でした。こんばんは。学校グールも出るのか。そうよ。でもそもそもあんま学校にも行けてなかったから、入ってからはなんかお友達ともなんか別にいないわけじゃないんですけど、自分の性格上あんまり喋れないことが多くて、まあでも行ったとしてもすぐ帰ってこなきゃいけなかったので、そうだからあんまりなんか結構黙ってましたね。学校行っても喋りかけてくれること、喋ってた、おお、びっくりした、ありがとう。喋りかけてくれること喋ってたって感じ。でもめっちゃ優しかったです、先生とかも。超優しかったです。そう、だからめっちゃ久しぶりに学校行ったら急にテストみたいな時とかもあったし。そう、急になんか全然期末テストですみたいな日とかもありました、ありました。だしなんか副教科の授業ってなんかあんまりないじゃないですか、まあ、週何回とかもないじゃないですか。そうだから、そうなんか技術とかの授業でなんか作るみたいな時とかも毎回いないから勝手にできてるみたいな、勝手になんか棚を作る授業で。そう、勝手に棚ができてた時とかありました。先生が作ってくれた。あげますって言われて もらったけど もらったけど、どっかに行っちゃいました。 そう、私がもう毎回授業にいないから 勝手にできてんの。こんばんは。そう、だからすごい優しかったです、先生たち。先生たちすごい優しかった。ギフトありがとうございます。ありがとう。
もうなんか部活とかもさ、もう幽霊部員とかなんかそういう問題じゃないよね。もうなんかいないいないいない人って感じ。行った覚えがもうありません。家庭科の調理実習で出てます。出た覚えないな。行ったかな。多分出てないね。覚えてないってことは、まああんまり覚えてなさそうだけど。部活入ってた。そりゃでも夏とかまでは全然普通に中学生だったので入ってましたよ、バスケ部。そう、でも入ったばっかりの頃はもう環境に慣れなさすぎて、そう、なんか多分自分はあんまり自覚なかったんですけど、すごいなんか元気なかったみたいで、学校で。そう、でもこの間さ、成人式で久しぶりにさ、特になんか中学1年生の頃になんかめっちゃ元気なかったらしくて、自分ではそんなこと思ってなかったんですけど、そう、すごい「えめ元気?」って何回も言われました、中1の頃の先生に。そう、すごい今でも心配してくださってる優しい先生方。バスケ部だった、バスケ部でした。入りたい部活がなかったんですよね、中学校。バスケ部しかなかったです、もう選択肢が。でもそのおかげでめっちゃ日焼けした。外の練習とかもあったからね、真っ黒でした。テニスとかできそうなイメージあります。あ、テニスはやったことないな。楽しそうだなとか思うけど、テニスやったことないや。やってみたい。でもセンスはなさそう。センスはなさそうですね、テニスは。楽しそうとは思うけど。こんばんは。あ、もう時間かな。50分だった。そろそろ今日も終わりたいと思います。ありがとうございました。今日もありがとう皆さん。今日もまた明日。おやすみなさい。ありがとう。またね。おやすみ。また明日。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。またね。ありがとう。